王道的なブリの照り焼き。シンプルな料理だけど、ポイントポイントをやっぱ押さえると美味しくできるよ。ブリの切り身はね、ペーパータオルで水気は拭いてあげた方がいいですね。薄力粉をまぶしてあげた方が焼き色がつくのとタレが絡みやすくなるんでね、こんぐらい薄く。でフライパンでね、焼くときは盛り付けるときに表面になる方から焼いていくっていうのが鉄則ですから。照り焼きはね、焼き色をしっかりつけないとタレが絡まないんでね、強めにつけてあげた方が美味しいです。裏面の方もね、またしばらく同じように焼いていきます。最後はこうやってね、フライパンの側面に立てかけるようにすると皮のところがちょうど焼けるんでね、この魚から出た油は臭みの元なんで、タレを絡める前にはもうしっかりと拭き取ってください。照り焼きのタレを絡めます。お酒、みりん、お醤油。フライパンを揺すりながら程よいとろみがつくまで火を入れる。とろーっとする一歩手前ぐらい、これぐらいでいい。ブリの照り焼きの完成です。もうこれで皆さん、照り焼きはもう勝ったも同然ですよ。